はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、毎週火曜日はいろんな学校のお話の記憶について、ご紹介しております。今回はですね、成蹊小学校です。では西荻フレンドリースクール代表の今野由美先生、お願いいたします。はい、お願いします。はい、成蹊小学校、前回は、早稲田だったと思うんですが、今回の県の告知の時に、成蹊小学校は早稲田とは、まあ、真逆ですよというふうにお話ししてましたね。そうなんです。はい、成蹊の問題って非常に長いので有名なんですよ。で、長くって、でなおかつ質問がね、大体10問ですよね。はい、結構あるんですよね。大体10問出てくるんですよ。で、そのうちの、まあ、合格の範囲って言ったらマイナス2でギリギリ、まあ落としてマイナス1ぐらいだということは、10問あったらほぼ10問お話の記憶が正解でないと、合格厳しいかなって思ってるんですよね。で、現実2問しか出ないので、お話の記憶と、それから何か、昔は図形とか言われたんですけど、はい、今はもうちょっと見当つかないんですけど、でもお話の記憶って毎年成蹊は出題されてるんですね。そうですね。で、早稲田と成蹊って本当に真逆で、問題自体がもうそのまま出てくると。ただ、成蹊の方は、ね、成蹊の方は、ただすっごく細かいところまで覚えてなきゃいけない、あまり感情はいらないんですよ、優しい気持ちとか。じゃあ、なるべく少しでも多くの情報をちゃんと覚えていく、そうそう、淡々と事実をね、しっかり、覚えていくっていうのが毎年なんですよね。で、まあ、今回じゃあちょっと私たちがアレンジした、まあ、こんなような感じの問題が成蹊ですよっていうのがあるんですけれども、はい、ちょっとお聞きになっていただければと思います。そうですね。ではサンプルをこれから流します。ですね、この後画面に表示時間が出てくるんですが、聞かない人は何秒にスキップしてくださいというふうに書いてあるので、その表示秒数のところに飛んでいただければ、本編に戻ります。では、流してみましょう。はい。太郎くんはお兄ちゃんとお父さんとお母さんと一緒におじいちゃんの家に遊びに行きました。お兄ちゃんは青色の洋服を着て、つばのついた帽子をかぶりました。太郎くんはお気に入りの犬の絵のシャツを着て、麦わら帽子をかぶっています。おじいちゃんの家へは最初電車に乗り、次に新幹線に乗っていきました。駅に着くと、おじいちゃんが太郎くんの家族を迎えに車で来ていました。みんなよく来てくれたね。おじいちゃんの運転する車で曲がりくねった山道をどんどん進むと、セミの鳴き声がたくさん聞こえて、とても華やかです。やっと家に着いて荷物を置くと、おじいちゃんが、さあこれから虫取りに行くぞと言ったので、みんな一緒に虫取りに出かけました。山にはいろいろな虫がいます。太郎くんとお兄ちゃんは楽しくなってワクワクしてきました。お兄ちゃんがカブトムシを見つけて、そーっと近寄っているとき、帽子にトンボが止まりました。お兄ちゃん、動かないで。太郎くんがトンボをめがけて虫取り網を動かすと、トンボはびっくりしたように逃げてしまいました。ああ、残念。でも、お兄ちゃんはクワガタムシを2匹、太郎くんはカブトムシを1匹捕まえたので、やったと大喜びです。家に戻ると、茹でたトウモロコシを食べました。とても甘くて美味しかったです。次に、おじいちゃんの畑に寄って、ナスとピーマンを取りました。そして、家に戻ると、おばあちゃんが冷やしたトマトを用意していたので、がぶりと食べました。夜は近くで盆踊りがあるので、おじいちゃんやおばあちゃん、そして家族全員で
盆踊りに出かけました。盆踊りの終わりには花火が上がってとても綺麗でした。はい、以上ですね。ちょっと一箇所僕はあの賑やかのところ華やかって読み間違えてたんですけどすいませんでした。ということでやっぱりあの早稲田と比べるとかなり長いですよね。そうです、すごく情報がたくさんこの中に詰まってるんですよね、はい。でどういう問題が出るんでしょう、はい。1個目が、まあ、私たちが考えるところによるとお兄ちゃんと太郎くんが正しくあの書いてある絵を見つけて丸をつけましょう、ね。つまりお兄ちゃんっていうのは、まあ、青いの洋服、まあ、カラーじゃなかったら、まあ、洋服は青がないけどでもつばのついた帽子ってよく出るんですけどつばってどういうものかね、どんな帽子か、麦わら帽子じゃなくてニット帽なのかとかね、つば、のついた帽子っていうとつばを知らない人は無理なの。で太郎くんの方はお気に入りの犬の絵のシャツを着て今度は麦わら帽子ってよく出てくるんですけども、はい、麦わら帽子をかぶっているっていう。だからまあお兄ちゃんのところに絵が描いてあって太郎くんの横にも太郎くんらしきものの横にいて、うん、どの絵かっていうの絵なので犬の絵じゃなくてパンダの絵だったりコアラの絵だったりいろいろある中からこう選んでいく、うん、帽子も麦わら帽子だったり普通の帽子だったりっていうふうにこう書いてあるのでここを覚えてないとまず無理。でもこんなに長いから最初にのところに出てるから最後まで行った時忘れちゃうことがあるんですよね。あとはアイテムの一致ですよね。その太郎くんは犬の絵のシャツを着て麦わら帽子をかぶってると、だから多分犬の絵のシャツを着て普通の帽子かぶっててつばのついた帽子をやってる絵とかもあるでしょうね、あると思います、どっちがつばのついてる帽子かっていうのが分からないとできない、うん、そうですね。で、おじいちゃんの家に行くとき、電車の次に乗った乗り物は何かって、はいはいはい、だから新幹線なんですよね、何と何に乗っていったのかじゃなくて何々の次に乗ったのだから、あ、ちょっと独特な聞き方ですね。やっぱり難しいんですよね、から虫取りから帰ってきて食べたもの、はい、だから何でしょうね。虫取りから帰ってきて、スイカだったかな、いやトウモロコシだった、トウモロコシだね、それぐらい私たちも迷うんですけどで山で鳴いていたものは何かっていうのは、まあ、セミかな、はい、でこれもだいぶ前の方に書いてあるんで、まあ、この辺は取れるとは思うんですけど、太郎くんとお兄ちゃんは虫を合わせて何匹取ったでしょうか。でこういうのよくです。1匹だと思ったら三角に丸、2匹だと思ったらハートに丸、3匹だと思ったら星にと、4匹だったら四角に丸っていう。そこも覚えてない。そうだから2匹だとか3匹だとか思っても三角じゃなくて、3だと思ったらハートに丸とかね、星に丸とかってそういうふうにこう代替えみたいな感じで答えの書き方。あ、なるほど。とかあと盆踊りには何人で行きましたかっていうのでも、おじいちゃんやおばあちゃん、そして家族全員っていうことは家族全員誰が家族で行ったか、それにおじいちゃんとおばあちゃんを足さなければ答えにならないと。そうですよね、太郎くん本人も入れないといけませんもんね、でその数だけ星に丸をこの横にもこう丸を書いていくとか、でこのお話の季節って必ず季節が出るんですよ、はい、例えばこの中でトンボって言われてトンボしか聞いてない人は赤トンボとか思って秋とかつけちゃう場合もあるんですけど、でよくみんなで迷うのは例えばオタマジャクシっていう言葉が出てきたから春だ春だって言うんだけど、はい、他の言葉でも夏を表してる今みたいにカブトムシが出てきたり、っていうなるとそのオタマジャクシは単に飾ってあった絵だったかもしれないし、そういう全然季節と関係ないものにオタマジャクシの模様のついたお皿だったかもしれないし、その一文だけを聞いて季節を当てるのはすごい難しいんですよね。あ、じゃあ問題の文の中にも意図的にそうやって紛らわしい言葉を入れてる時もあるんですね。そうなんですよ、で夏が終わり今日は夏が終わり、幼稚園も始まりましたって言われていう問題があって季節はいつかって結構揉めたんですけど、結果的にはよく分かんないんですけど夏も終わり、まあ幼稚園も始まりましたって言ったら、まあ、9月かなって思ったら秋だし、そこどう捉えるもんなのか、まあ多分前後に文章があるんだと思うんですよ。8月も最後の日も終わり、今日から
次の日の今日から幼稚園が始まりましたということは、8月が終わって次の日っていうのは9月っていうことは、9月は秋だからね、うんうん、そういうふうにすごく単にストレートに、あの今日は七夕の日でとかって出てこないんですよ。そうなんですよね。そのアイテムとかいろんな状況から推測しないといけないと、うん、で茹でたトウモロコシだったりカブトムシだったりクワガタだったりセミだったりが、でセミの声、セミの鳴き声がたくさん聞こえてってことは現在聞こえてるわけだから、やっぱりセミが今鳴いてるっていうことで、うんうん、まあ、夏であろう、夏だという、うん、そういうふうに、あの整形っていうのはすごく情報をしっかり頭に入れておかなきゃいけないっていう。そうですね、やっぱり数も多いし、逆に、うん、まあ、練習はしやすいんですよね、早稲田と違って。ここが問題になる、ここが問題になるって、確かに読みやすい、そうです、うん、だから子どもたちは数を重ねていけば、あの整形の場合はあのその問題文からどこがもあの問題になるかっていうのが推測がつく。でも、まあ、前にもお話の記憶であの早稲田を出したのでね、はい、それとちょっと問題を比較してもらうと、そうですね、特徴がよくわかるかもしれない、ね、か電車で誰々が座ったっていう話があると、聞かれ方としては座らなかった人は誰か、早稲田の方ですね、そう、お二人で三人、まあ、あの二人だとして、ね、子供が座ったらじゃあ座らなかった人は誰かって、うんうん、お母さんとかなる、うんうん、で早稲田の場合はあの短い文章なんですけど、話題がどういうふうに展開していくかっていうのがちょっとこう読みづらい、うん、それからあのどこが問題になるかっていうのの見当がつきにくいんですよ、早稲田は。2分ぐらいのボリュームがあるのに聞かれるの2問だけってことですかね、うん、そうなんです、なかなか山がかけられないか、だから整形ばっかりを勉強してる人は、うん、こことこことここを覚えておこうと思って頭をこう回してると、でも実は早稲田は違うところを聞かれてるとか、ツボが全然違うんですね、この2つは。そうですね、だから整形の方が、まあ、問題としてはやりやすいかなっていうのはありますね、はい、はい、ありがとうございました、はい、なので、まあ、いろんなね学校によってあの違うので、ぜひぜひね、そういうのは研究して勉強した方がいいかと思います。そうですね、はい、まあ、今教室ではお話の記憶祭りが間もなく始まろうとしてるんですね。そうなんです、もう今ね100問をまず手がかりにして、500点満点で今日やったんですけど、はい、でも500点満点で10問やって、うん、大体395点とか、あ、なので出だしはなかなかいいかなと思ってます。なるほど、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、7月毎週火曜日にお送りしてきたこのお話の記憶シリーズですが、一旦こちらで、お休みとさせていただきます。ですね、また次回何か思いついたらね、とびとびでも臨時でやっていけたらいいなと思うので。そうですね、やっぱりお話の記憶って早稲田と整形っていうのはちょっと他と違うんですけど、うん、あとは大体一般かなっていう、うんうんうん、あの普通のお話がちゃんと聞き取れてれば、うん、聞ける問題が結構多いですね。そうですね、ただ誰がね何を持ってきたとか、誰がリスはあのボールを持ってきてました、猿は何を持って、そういうのが羅列して出てくるのもお得意としてるところも結構あるので、うん、それがなかなか覚えづらいっていうのはありますね。そうですね、はい、あと問題の途中で数が増えたり減ったりとかね、途中で書いちゃいましたとかね。そうなんです、なんていうのかな、お話の記憶の途中にイメージの音が鳴ったりとかセミが鳴いてますとか言って、実際こう、うん、とか鳴き声が聞こえて、そうそう、でこれが鳴いてますみたいなね、のようなところもあります。なんか高度ですよね、はい、はい、ということでですね、また何かあったらはい、つどつどね取り上げていこうというのを思っておりますので、はい、お楽しみにしていてください。はい、あともう一つお知らせがあります。ですね、この前の日曜日ですね、実は通常回の放送のほかに午前10時に、新滝由紀さんという、まあ、ゆみ先生の妹さんなんですけどね、そうなんです、方による海外在住の方向けの、教育情報というのを配信してます。でこれがですね、今後毎週の予定なんですが、日曜日に10時毎週日曜日の10時に、こういったいろんな情報を配信していこうかなと思っております。
やっぱりその海外にお仕事などでね、在住している方ってなかなかどうやったら日本の教育を受けさせたらいいか、そして、現地の言葉とどういうふうに親しんでいけばいいかとか、いろいろな問題がありますからね。そうなんです。で、実は私の妹は高校時代に高校2年で YFU っていうので、うん、1年間アメリカに留学したんですよ、高校で、はい、それで1回戻ってきて、で上智の比較文化を出まして、その後、うん、ペンシルバニア大学の大学院で言語学の方を専攻して、大学院まで行ってから結構慶応で教えたり、いろんなとこで国際交流の場で教えたりとかしながら、ちょうど今もう十何年になると思うんですけど、ノースキャロライナ州の州立大学で今やっぱり言語教育、はい、で毎年この夏になると日本に20人ぐらいのアメリカの学生を連れてくるので毎年いるんですよね、ご一行でまた帰ったりするんですけれども実は向こうでそういう、日本人会の関係のこともやってますし、学校通訳もやられてる、ね、そうなんです。やっぱり学校で非常に企業がのご家族が来て学校問題ですごくみんな悩むんですよね、うん、だけどそれをケアする日本人っていうのがなかなかいないので、うちの妹はそれはボランティアで一手に引き受けて、うん、それなんですごい詳しいんですよね、うん、でその話ってもちろん海外にいらっしゃる方にも、たまたまうちの妹はアメリカだったので、はい、アメリカが詳しいんですけれども、日本人が聞いても、ああ向こうの世界ってそういう風になってるんだとかね、あこうやって学校選びをするんだっていう、なんかこう日本にいながらにして、ね、外国のそういう小中高に対しての話を、私同様うちの妹もなかなかエピソードいっぱい持ってるんで、面白いですよね、なんかこの間私も聞いたんですけど、とってもああそういうことって海外にあるんだっていう、なのでね、向こうにいらっしゃる方、これから行こうとしてらっしゃる方以外に日本に住んでる私たちが聞いても面白いなと思いましたのでね。そうですね、だから、受験の合間にちょっと聞いて、これで別世界を味わうじゃないんですけど、はあなるほどって思う一面っていうか、そういう、国際的な、なかなか聞けない話だなと思ってますのでね、楽しみにしていてください、はい、ぜひ聞いてください、はい、あとねもう 何話か撮ってるんですけど、はい、外国においてその日本語とどう親しむかという話をしてる時には、こういう部分が日本語の特徴なんだっていうのが改めて分かったりもするので、意外とこれその日本においてもね、子供とにどういうふうに言葉を教えていくかとかの参考にもなるなと思いました。そうですね、今ね一生懸命アメリカにもまた来月戻るので、はい、今ね一生懸命取りためておりますの で、お楽しみにしていてください。ぜひお楽しみにしてください。はい、あともう一つのお知らせです。現在小学校受験対策総合講座というものを行っております。こちらはですね、年長さんを対象としたもので、期間が10月の10日までとなっております。内容はですね、全4回ですね、1ヶ月あたり4回の講座をベースで取っていただけると、その後プラスアルファですね、オプションにはなりますが、正会員さんが使っている、お預かり勉強、そして、願書と、面接の特訓ですね。あと、絵画工作クラス、そして夏期講習や夏期合宿も受講する権利がありますよというものですね。これ外部生の方を対象としておりまして、現在幼児教室に通っていたり、家庭学習をされている方でもうちょっと頑張りたい、後悔することなく受験に挑みたい、そういった方のために、始めた企画です。もう何人かの方が利用してるんですが、あと少しだけ枠を残しておこうという話になったので、ご興味ある方はぜひご連絡ください。はい、お待ちしております、はい、また、教室ではメールマガジンを発行しております、セミナーの先行情報や今言ったような総合対策講座の、ちょっとお安い料金のご案内などもしておりますので、ご興味ある方はぜひご登録ください。はい、子育て幼児
教育相談会、こちらは平日と土曜日に行っております。ぜひこちらもご検討ください。体験授業も受付しております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。はい、学校へのお問い合わせ、教室へのお問い合わせ 03-3390-0750 番です。メールアドレスは info@friendly-school.com です。はい、教室では引き続き小学校受験のこと、幼稚園受験のこと、海外での教育についてなどいろいろお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、それではありがとうございました。はい、ありがとうございました。